ドラゴンボールヒーローズゴッドミッション8弾第6宇宙 VS 第7宇宙ついにクライマックス。2つの宇宙の挑戦者たちがぶつかり合う。なんとバドスも参戦。さらにスーパーシェンロン降臨。巨大な力をまとい王子が覚醒する。さあ君もこの戦いに参戦しよう。最大5人君だけのオリジナルチームで戦え。正々堂々と勝負です。カードと画面が連動。戦略を練って攻撃を仕掛けろ。君のチームの攻撃だ。チャージインパクトに勝利して大ダメージを与えよう。新カードアクションアビリティゴッドメテオ。ゴッドメテオを発動させるぞ。カードで星を描いて巨大メテオを転送。ゴッドメテオ成功。なんてものを呼び出したんだ。超ド級の攻撃を決めろ。さらに相手の戦術を切り崩す効果も。超強力なキャンペーンカード全8種を手に入れろ。店頭配布キャンペーン。なんとゴッドメテオを持つベジータのカードが無料でもらえる。このチャンスを見逃すな。遥か昔、南の銀河コナッツ星では悪の魔導士たちに作られた幻魔人により未曾有の危機を迎えていた。長きにわたる宿命の戦い、立ち向かう勇者たち。さらに魔人ドミグラの思惑により窮地へと送り込まれる。絶体絶命のピンチにさらなる進化を見せる幻魔人新ヒルデガーン。完全無欠の強敵に果敢に挑む勇者ミノシア。さらに悪の魔導士ホイが現代にも幻魔人を復活させようと暗躍する。新エイジ新ヒルデガーン編。過去と現代2つの世界を守り積年の宿命に終止符を打て。君がやらねば誰がやる。第8回天下一武道会開催。試合開始。今回も実況はミスターサタン。ゴッドリーグに到達すると限定バッジがもらえるぞ。さらに公式サイトからは賞状もプレゼント。ヒーローライセンスを使って君も天下一武道会に参戦しよう。第2回邪悪一武道会も同時開催。悪の頂点に君臨するのは誰だ。ヒーロースカウターがさらなる進化を遂げた。見せてやって。今度のスカウターはシェンロンモデル。効果もパワーアップ。レベル80より解放。ゴッドミッション8弾のカードは全68種。シークレットカードもダブルで登場。期間限定スタートダッシュキャンペーン。経験値ボーナス 1.5 倍配信。ヒーローズスタジアム店舗では2倍配信。今が始めるチャンスだ。地球の運命をかけた超絶バトル、ついに最終局面を迎える。この激闘を勝ち抜くのは誰だ。ドラゴンボールヒーローズゴッドミッション8弾5月12日稼働予定。スーパーツアー2016エリア代表ヒーロー決定戦にヒーローズスタジアムチームバトルも絶賛開催中。最新情報を見逃すな。